どうも、つばさです。はじめましての方は、はじめまして。今日はですね、こちらのゲーム、つむつむですね、やっていきたいと思います。こちらですね、僕、かなり前にですね、やって、ずっと放置してたんですね。で、まあ、最近ちょっと、まあ、ふと思い出してやってみて、そしたらすごいハマってしまいまして、で、まあ、ちょくちょくやってたんですけど、今日からですね、イベントが、まあ、あるということで、まあ、これを、やっていきたいなと思ってるんですが、イベントというのはですね、こちらですね、このハロウィンのイベントなのかな、フック船長と、あとクルエラだったかなと、あとジャファーですね、ハッピーハロウィンと。で、こいつ、クルエラじゃねえのか、こいつわかんねえな。で、ヴィランズたちを倒すと、ジョーカーグーフィーツムがもらえるよ、ということね。まあ、新しい気持ちで始めてやっていきたいと思います。で、今、僕の現在のですね、状況というのが、まあ、32レベル。本当に、もう初期の初期ですね。やってもうね、これも久々に1年、2年ぶりぐらいかな、にやったんですね。なので、もう全然操作とかも覚えてなくて。で、余ってたガチャの剣とかで引いていろいろやったんですけども、キャラも全然ね集めてもないですし育ってもない状態です。なのでまあほぼほぼ、もう初心者と同じ状態だと思ってください。でこれで、何をするかと言いますと、この動画はですねつむつむで初心者まあ放置してた分を含めてですね初心者の僕でも、1000万点取れるかどうかというところを目指していきたいなと思っております。で、そうですね。まず何から始めるか。もうね、本当システムとかも全然覚えてなくて。カードかな。あ、これだね。そうそう。ビンゴカードかなんかが、遊び方から見ましょうか。ヴィランズからの挑戦状と。今月の31日までですね。ハロウィンパーティーを邪魔するヴィランズたちをやっつけようということ。こっちか。で、最初にドアをタップしてチャレンジするマップを選ぼう。ああ、ドアはいつでも選び直せるよ。ってことは3つあるみたいですね。で、マップ上の赤いマスをタップしてミッションにチャレンジしよう。赤いマスはチャレンジできるよ。灰色のマスはまだチャレンジできないよと。で、ヴィランズのいるマスまで進んで、ヴィランズをやっつけようと。豪華なプレゼント。あ、すごいじゃないですか、これ。プレミアムチケット、スキルチケット、グーフィーが真ん中なんだ。で、シルバーピンズね。このちょっとピンズってのがね、僕で分かんなくて。僕がやってた頃まだピンズなかったんですよね。3マップの全マスでゴールドピンズ。で、今月リリースされたツムをマイツムにすると、ミッションにキャラクターボーナスが、つくよということで。これもね、まあ、どれも持ってないんですけどね。で、違う。で、これで、チャレンジと。チャレンジ中のカードを中断して、このカードにチャレンジしますかと。もちろんですよ。で、ちなみに、その、今、中断したカードも、ビンゴ1枚目なんですよ。で、何が引っかかってるかっていうと、プーさんのシリーズのキャラクターを使ってくださいっていうのと、あとね、なんか友達を呼ぶキャラクターを使ってくださいみたいな、両方とも持ってなくて、それでずっと引っかかってるんですね。まあでも、なんとか、このチャレンジして、成長できてれば、あれでいければなと思います。まずはどうしましょうかね。まあ、副船長からいきましょうか。で、赤いマスをタップしてね。で、ちょっと1プレイで30コンボしよう。これでプレイすればいいのか。で、僕、使用のキャラクターは一応、オーロラ姫で。なんか、よくわかんないですけど、オーロラ姫でいきます。30コンボぐらいは、まあ、できるとは思いますけどね。さあ、いきます。あ、上に書いてくれてるんだ。これ楽ですね。もうね、ほんとね、もう、楽しそうだね。しかも喋りながら、やるとなると、もうね、目も当てられない状況だと思います。コツとかもね、もう全然覚えてないんですよ。なんか兄弟でね、すげえやってるやついるんですけど、なんかね、聞かずにやりたい。頑張りたい、一人の力で頑張りたい。
コンボ達成しましたね。もうこれでいいんだ。まあコインもね、本当はコインもうまく貯めていければいいんですけど、効率の貯め方とかどのキャラがいいかとかも、わからない状況ですね。まあまあまあ、こんな、こんなとこじゃないですかね。まあ全然本当にできてないですけど、まあとりあえず1個目の、あれはクリアしましたね。で、キャラクターボー、あ、やっぱキャラクターボーナスがつくんですね。で、タップネクスト。で、チャレンジできる数が増えましたと。あ、こういう感じで、1個1個、つも1プレイで200個消そう。まあ、これ、ミッションクリアした報酬をゲット。すでになんかもらえる。まあいいや。もう一個ね、次、200個。これぐらいは行きたいですね。で、副船長は倒したいですね。行きましょう。200粒って、あれでしょ？合計ででしょ？あ、だったら大丈夫でしょ？全部の合計でってことでしょ？戦うとかね、覚えてないんですよ。でも本当はあれですね、このフィーバー中の方がいいんですよね。なんかキャラでスキル使う。あ、200ぐらい簡単ですね。これ2000だったらちょっと多いかもしれないけど。よし。やっぱフィーバー中に使う方がいいですね。全然点数いってないもんな。500のコインか。で、まあ一応このこれまでの、おお、何なのか、ちょっと今喋ってた、キャラクターボーナスなしとね、クリアということですね。チャレンジできるマスが増えましたと。で、こっち行けばチャレンジ、フック選手が出すミッションをクリアしようと、1ゲーム最大30問、どういうこと。まあちょっとやりましょう。で、これまでのね、ハイスコア、まあ、見ていただければわかるんですけど、211万と。まあ、本当に、全然、ゲンのゲン。だこの5倍を目指すわけですね。で、今週のハイスコア138万。まあ、これもね、アイテム使ったのかな、覚えてないんですけど、まあ、そんなにいい成績ではないですね。よし、じゃあ、副船長行きましょう。1ゲーム最大30問。ミッションを30問。あ、ん？4項目。はい、じゃあ4本どうすればいいのか。クリア。チェーン数5。はい。あ、そういうことか。これでどんどん。本本数。いや、これね、上見てる暇ない。これ、上見てる暇ないな、これ。わちゃわちゃしてるとね、タック
クリアして、あのこのステージが終わっていけたかなっていうのを見るしかない。見てる暇がない。ちょっとスキルちょ使うと、よし、チェーンス7チェーン、よいしょ、持っていけたね。いや思ったよりできてないな、これなんだろうね。いやちょっと、おおボーボーボーいってるね。お、ああそういうことか。でこのフック船長いっぱい倒せばいいってことですね。じゃあこれフック船長倒して、今回は初回は終わりにしましょう。多分行こう頑張ろう。あと、今の調子でいけばまあいけると思います。ちょっと無言になっちゃった。これはむずいぞ。何ですか、指令何ですか、読み上げてくれると嬉しいんだけど。コインクリア、7個クリア、ギリギリ。これやばいな、これやばいな。いけるか。で、うわ13ってことは次13でやんないと、ね、あと、ハート1個しかないですから、これはきついな。頑張んないと。1ゲーム最大30問か。だから30も倒せばクリアすれば3000食らうってことか。チェーンスが3じゃない4、難しくないしな。コンボス4コンボ、はい、1、2、3、どれがこうつながるかっていうのはまだ目視というかこれできないんですよね。うわうわ、ちょっと待って、やばい。次はチェンス4チェーン、オッケー。5チェーン、オッケー。チェンス3チェーン、スキル、オッケー、これ
や何回目これ、全然見えてないけど、いやくっそー、これで、いやどうでしょうか、あギリギリですね。フック船長ピヨピヨしてるよこれ、かわいいなこれ顔で、タップに行こう、お2000ゴールドもらいました。うわめっちゃ怒ってる、えめっちゃ、えあー逃げたの、なんかマリオのあのクッパの飛行船みたいな感じなんだ、あーはい、ということでね、今回じゃあ、もらった報酬をねゲットということで1000もらいました、ということでね、こういった感じで、本当にね初心者のプレイなんですけども、目指せ1000万点ということで、やっていきたいと思います、ご視聴ありがとうございました。